潜入打光の典型例、四万十川中流域の空中写真。四度線土差対象駅付近。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、潜入打光とは、よく発達した滑走斜面を持ち、打光状に曲がりくねった谷の中を流れる下流の状態のことである。潜入極流とも言う。これは、 生育極流とも呼ばれる。なぜなら、ループが広がっていくにつれて、斜め下方への侵食によって、流路地震を掘り下げるからである。潜入蛇行は、河川の侵食の復活による若返りの地形と考えられる。よく発達した滑走斜面を持ち、蛇行上に曲がりくねった谷の中を流れる下流の状態を、潜入蛇行、または、潜入極流という。 これは、生育極流とも呼ばれる。なぜなら、ループが広がっていくにつれて、斜め下方への侵食によって、流路自身を掘り下げるからである。潜入打光は、河川の侵食の復活による若返りの地形と、考えられる。しかし、侵食が主に延直方向に働くと、ループが拡大される機会はなく、この場合形成される、潜入打光は、 貫入極流と呼ばれ、区別される。この二つを両極端としていろいろな程度のものがあり、貫入極流になるのは、相対的に流気速度が大きく下国が早い、場合である。例えば、抵抗性の強い地層を覆う侵食されやすい、堆積物からなる、平野面上を河川が自由に極流している場合には、海春が起こって、下国される流路はすぐに、 海の岩石まで到達し、元々の極流の形を受け継いで流れる傾向を持つ。貫入極流の例として、イギリスのダラムの街を、ヘアピン状の峡谷をなして流れる、ウェア川などがある。通常、潜入蛇行を起こすプロセスとして、二つの場合があると考えられている。以下に、その二つを挙げ、解説する。一つは、 反乱現状を自由打工していた川が、地盤の急激な流気などによって若返る場合であり、その結果、川の下国作用が復活し、屈曲した流路に沿って谷を深く掘り込んで、潜入打工を生ずる。このような打工を、屈作打工と呼ぶ。このような、特に下国作用が強い谷では、両側の黒壁が同じような傾斜を持ち、 谷の横断面型はほとんど対照的である。そしてもう一つは、地盤が継続的に隆起するために、多少屈曲して流れている河川が、次第に屈曲の度を増しながら、下国を行う場合であり、下流は、その完成によって、左右の国壁に交互に衝突し、側国作用も著しい。こうして、蛇行流路は蛇行体の幅を増加しながら、 下流にずれて移動していく。このように、屈曲の度を増しながら、川床を深く掘り込んでいく、蛇行現象を、生育蛇行と呼ぶ。屈曲した流路の外側の国壁は、側国を受けて、急斜面を形成し、攻撃斜面と呼ばれる。これに対し、屈曲した流路の内側の間斜面は、滑走斜面と呼ばれる。ムーア、RC は、 コロラド地方のサンジュアン側の蛇行を研究した人物である。このムーア、RC という人物は潜入蛇行と同じ意味で閉塞蛇行という語を使った。そして岩石の性質が潜入蛇行の細部の形態を形成するのに大切な役割を担うことを論じ、全輪ネの自由蛇行から出発した潜入蛇行は、 高岸の部分では屈削蛇行、南岸の部分では生育蛇行を形成することを述べている。紀伊半島の熊野川、日高川、引き川、赤石山脈南東部を流れる大井川本流、天竜川の支流北川、四国の四万十川上流部の松原川、湯原川、吉野川の流路、房総半島の尾津川、養老川の極流など。ヨーロッパでは、 フランスの北部を流れるセーヌ川、ミューズ川などの河川、ライン川の支流モーゼル川、アメリカ合衆国を流れるコロラド川にあるホースシューベンドなど、ありがとうございます。